NHK 横浜局の古郷智子アナウンサー44が25日、NHK アナウンス室の公式ツイッターを更新、横浜局に赴任しました、と報告した。久々の地域局での勤務です。主な仕事はラジオ番組の制作初心に帰って取り組んでおります。明日26日、水曜日、浜、キラ午後5時5分から全国放送があります。ラジルで聞き逃しもありますよと PR していた。古郷アナは東京都出身で2002年に NHK に入局。宮崎局。福岡局を経て、7年1月に東京アナウンス室へ移動。NHK ニュースおはよう日本、NHK ニュース7、でキャスター、ブタコン、どうも、NHK で司会を務め、今年4月から横浜局勤務となった。